ちは。福岡市議会議員の糸目正樹でございます。いつも私の、YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと本日は私事ではあるんですが、ちょっと悲しいことがありまして、私の母の、姉、私のおばですねが今朝方見まかりました。私はですね、母が、結構高齢の時に生まれましたので、私のおじおばとか言ったら、普通の感覚で言うと私今42歳ですけど、私からの普通の感覚から言うと祖父母ぐらいの年齢の、世代が私のおじおばに当たってくるんです。で、亡くなったおばはですね、香川県高松市、私のもともとのルーツは香川県高松市なんですけども、そこで見まかったということでいとこから連絡を受けましたが、もうすぐで90歳というところで亡くなりました。それは天命なので、それ自体どこ言うつもりはないんです。いずれ皆、私も含めて皆いつかどこかで死ぬわけです。ただですね、ちょっとおばはですね、長いことですね、認知症を患っていたので、見てて不憫だなというところも結構ありました。7年前に会ったのが最後なんです。長いこと本当に会ってなかったんですけども、会えなかったんですけども、もう7年前の時点でもう私の顔を見ても分からない、私の母の顔を見ても分からない、要は自分の妹の顔を見ても分からないっていうぐらいまで、そこまで進行していたんです。本当にもうその姿を見るだけでも辛かったんですけども、ついに今日人生の幕を閉じたというところです。でですね、ちょっとしたことやっぱり皆さんにお伝えしたいのが、私はですね、この今80代以上の方々に対してやっぱりちょっと特別な思いがあります。それは自分の親と世代が被ってるからということもあるのかもしれないんですけども、終戦時私の母は11歳の小学生でした。小学5年生でしたけども、本当に貧乏だったということを聞かされます。当時は高松市におったんですけども、もう焼け野原になって、昭和20年の7月に大空襲があって焼け野原になって、もう食べ物がなくて本当にひもじかったという話をもう何度も何度も聞かされました。本当に飢えるということの惨めさっていうのは僕らには多分わからないんです。だけどやっぱり惨めなことなんです、食べるものがないということは。昔はそんなもんだったっていう、そんな話で片付けちゃいけないなと思うんです。で、その貧しいどん底の時から本当に私たちの、その私の父母の世代の人たち、今の80代以上の人たちっていうのは本当に身を粉にして働いてきたんだなっていうことを今になって痛感をします。そのおかげがあるって私たちは食べるものに困らない豊かな生活を享受しておるわけです。で、この前の動画で私言いましたけども、その農業に今一生懸命取り組ませていただいているというのはそういう思いも一つあるんですけど、この先人たちが築いてきたこの豊かさに甘んじて私たちがそのありがたみを見失っちゃいないかっていうことをやっぱり私たちは考えないといけないんです。だから食料自給率も上げていこうやないかと、昔のあの惨めな時代に戻っちゃいかんのだと、私はそういう思いで農業に取り組んでいるところであります。80代以上の方々でまだまだお元気な方たくさんいらっしゃいます。そういう方々がですね、少しでも平穏な余生を過ごしていただけるように、私も微力ながらですが力の限りを尽くしていきたいなと、そんなふうに思っております。前置きが長くなりましたが、本日の本題に入りたいと思います。ちょっと若干絡んでいるところもあるとは思うんですが、今日はですね、私の知人からちょっと聞いて聞いてということでメッセージをいただきまして、でちょっとその話をご紹介したいなと思います。ちょっと場所は明かせないんですけども、国内のとあるですね、ヘルパーステーションに勤務されている方なんですけども、
まあ、A さんというふうにしておきましょう。まあ、この A さんが勤めておられるヘルパーステーションは大体40人ぐらい の, 従業員で、回しておられるヘルパーステーションなんですけども、その40人ぐらいのところで、5、6人の、まあ、武漢コロナウイルスのクラスターが発生したということです。でそれに伴ってもう1月の後半ぐらいからですね、もうその A さんもですね、仕事お休みになっているというところです。でその事業所も、営業停止ということです。でその話を聞いて私もびっくりしたというかですね、またかっていう気持ちもあったんですけど、まあ、いろいろお話を聞くとですね、まあ従業員さんもそうやけど、その利用者さんどうするの、まずそこですよね。ヘルパーステーションっていうことは、先ほど話しましたご高齢の方々をの生活支援を、まあ、してるところですよね。まあ言うたらあれですけど、本番や寝たきりの方とか、まあ、そんな方々の支援とかもしてるようなところかと思うんですが、いろんなご家庭あると思うんですが、本当にこのヘルパーステーションなしにはやっていけないっていう方々もたくさんいらっしゃるわけですよ。そんな中でクラスターが発生したから営業を停止しました。この利用者さんどうすんの？私本当にそれ思ったんで聞いたんです。まあそしたら他のヘルパーステーションさんに仕事を振るか、ご家族で面倒を見てもらっているというふうなことを言っておられました。もちろんね、ご家族の方がですね、自分の身内のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのことを面倒見るというのはある意味大切なことなんですが、まあ、いろんなご家庭はあると思いますけど、ご家庭の中にはやっぱりいろんな事情で面倒が見れない、そういうなんていうか余力がないという中でヘルパーステーションさんにお願いしてるとこもあるでしょうし、身寄りのないとこもあるわけですよね。まあ、中にはあれですけど、お子さんがいらっしゃらない方だっていらっしゃるわけですよ。でそういう方々の支援どうすんのということなんですよ。でその今の世の中ね、本当にねコロナで亡くなることだけはこうやってもう何が何でもダメだって言うけど、じゃあそれのために犠牲になっているところ、そこに関しては何も言わない、もしくは言ったとしてもあんまり熱心に言わない、優先順位はコロナの方が上だというような感じになるんです。もしねヘルパーさんが来なくなったことで、もし助かる命が助からないというようなそんな事例が出たらどうするんですか。私はそれをね社会に問いたいんです。何遍も言ってるんですけど、この武漢コロナの数さえ減らせるならどんな犠牲も厭わないっていう、そんな社会は間違ってるんですよ。人はね死ぬ時は何の病、どんな死因であろうと死は死なんです。病気で苦しむのはどんな病気であっても同じ苦しみなんです。一つの病気だけ力を入れて他の病気は知らないとか、年を取ることによる不自由は後回しにするとか、そんなことに上下関係つけられるのか、それを私は問いたい。なんでこのコロナばっかりに注力するのか、普通に考えたらおかしいでしょ。なんでもっと総合的な判断ができないのか、それを私は問いたい。まあ言いたいことはこれだけなんです。あんまり長々と喋っても耳障りかと思いますので、今日はここまでにしたいんですけども、もっと目を覚ましましょうよ。もうこう一つの数字にかじりつくのやめましょうよ。もっと総合的にみんなが幸せになっていける道を追求しましょうよ。コロナの数だけを見ていく、そんな偏った社会おかしいじゃないですか。やめていきましょうよ。私はそろそろ甲賀市の3月議会が始まりますが、今回このコロナ関連質問をさせていただきたいなと思います。もうすぐ通告期限が来ますので、このテーマで通告をしたいなと思っております。皆さんどうか冷静に今の状況を
判断をしていただきたいなと思います。皆さんの一人一人の冷静な判断が世の中を正しくしていきます。どうか皆さんも一緒になって正しいこの世の中を作っていこうじゃないですか。そしてこのコロナの混迷から脱却していこうじゃないですか。それはみんなが力を合わせていかないとできないんです。力を合わせましょう。よろしくお願いします。なんかこんな喋り方で締めくくるの難しいんですけど、また次回お会いしましょう。私のお話は以上です。ご清聴ありがとうございました。